堂々の悲劇は、イギリスの SF ドラマ、プライミーバルの第一章第四話。2007年3月3日に ITV で初放送された。ロンドン市内のサッカースタジアムに開いた時空の亀裂から堂々が侵入し、1話確保したトムが噛まれて、寄生中に侵され、陰謀論を盲信して強行に走る。前話で後期白紀から内務省へ連行されたヘレンは、レスターによる、 尋問の後に、あと24時間以内に手を打たないと凶暴なサーベルタイガーが、ロンドンの市街地で暴れ回ることになると予告する。ヘレンの言う座標に向かうとそこは、サッカースタジアムであり、そのキッチンに置かれた冷蔵庫の中に亀裂が開いていた。肉の匂いでサーベルタイガーが寄ってくると指摘して冷蔵庫の扉を開かせた彼女は、亀裂の中に逃げ込んで姿を消す。 亀裂の向こうには何十もの亀裂が開いた時空の交差点が形成されており、ヘレンの追跡は不可能だった。やがて亀裂からは複数の堂々が姿を現し、調査チームと特殊部隊はキッチンの備品で次々に確保する。温和な鳥たちを前に笑顔のこぼれるチームだったが、堂々を亀裂に返した直後、一羽の堂々がキッチンで死亡していることが判明する。 調査チームはこの1話の死体を持ち帰り解剖することにする。一方、すでにスタジアムの外に別の堂々が1話逃げていた。全然話と前話のコナーの言動を怪しんでいた彼の友人トムとダンカンはコナーのカバンに小型発信機を仕込んでおり、発信機を偶然飲み込んだ堂々が姿を現したことでこの個体を確保する。トムは堂々が全滅しを クローン技術で復活させるという陰謀論の証拠だと主張して堂々を保護するが、この堂々は寄生虫に侵されており、堂々に噛まれたトムも宿主になってしまう。調査チームも解剖の結果寄生虫の存在に気づき、やがて段階から連絡を受けたコナーが仲介することで、トムが宿主になっていることが判明する。病院で医者を襲うなど凶暴性を増していたトムは、 陰謀の証拠を求めて発信機を追跡し、堂々の死体を管理していったアビーと遭遇する。アビーは力ずでトムに抑え込まれ、亀裂の場所を教えると約束してしまう。スタジアムに到着したトムとアビーだが、冷蔵庫の亀裂はすでに閉じていた。騙されたと解釈したトムはアビーに襲いかかり、追走劇を繰り広げた後、グラウンドで特殊部隊に包囲される。 すでに帰省中に致命的なまでに体を侵されていたトムはコナーと再会し陰謀論を認めるコナーに見取られながら息を引き取る。日本語吹き替え声優は左から NHK 放送版、DVD 版の順。イギリスでは ITV で2007年3月3日に、ドイツではプロジーベンにてバーシュワンス CD という題で2007年6月25日に初放送された。 アメリカ合衆国では BBC アメリカにて2008年8月30日に放送された。日本では2009年1月3日午後5時10分から NHK 総合で全は海の怪物に続けて初放送された。同年8月8日には NHK デジタル衛星ハイビジョンで午後3時30分から8月25日には 同じく NHK 総合で午後5時5分から第2章の放送に合わせて再放送された。2010年4月25日には午前10時50分から第3章の放送に合わせて再放送された。ウェブサイトザ・サイファイオンラインのポール・シンプソンは、堂々の悲劇に10点満点中7点の評価をつけた。彼は、帰省や変質病がパニックものでは、 標準的なジャンルだと指摘しつつも、これまでのエピソードほど多作品に影響を受けていないと述べた。彼は中盤で茶番を挟みつつも、終盤でシリアスな展開に持ち込んだ、ストーリーラインを称賛し、トムとダンカンがシリーズにおける立ち位置を確立した終盤では、映画、原始人間を想起させると評価した。また、ニックがコナーを助けに来るという両者の関係性が、 シリーズの静かな強みになっているとも述べた。彼は、堂々の悲劇で、これまでのエピソードからテンポが変わっていることを指摘し、監督と脚本家の交代のどちらに起因するかは、わからないと述べた上で、第二小制作の可能性を高めるための賭けだと、主張した。ありがとうございます。